77.8 ZIP FM. Saturday midnight program. Midnight program. Smart group. Live. Master is Tepe. 時刻は夜の11時半を回りました。こんばんは、てっぺいです。毎週土曜日のこの時間は僕てっぺいが1時間にわたってお送りしていくスマートグループライムライト。ライムライトとは舞台で使われるスポットライトのこと。この番組ライムライトは毎回さまざまなジャンルの方をゲストに招き、ゲストの方の現在、過去、そして未来という人生の舞台にスポットライトを当ててトークしていく番組です。今週のゲストはこの方です。はい、名古屋市西区の白山温泉を経営している飯田宗一郎と言います。よろしくお願いします。同じく名古屋市守山区でポカポカ温泉新守山の湯という銭湯を経営しております松井裕樹と申します。よろしくお願いします。この後飯田さんと松井さんに詳しくお話を伺っていきます。 77.8 ZIP FM. Saturday Midnight Program. Midnight Program. Smart Groove Limelight. この番組は架空のスナックという設定でお送りしておりますので、とりあえず乾杯しましょう。はい、それでは乾杯。乾杯。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。これデュアーズ結構ハイボールうまいっすよね。美味しいですね、うん、まあ、もう結構一口大きいですね。そうなんですよもうちょっともうなってんじゃないかなと思うぐらい最近ジップに早く入ってます。はい、ジップ早く入ってもう飲み始めてるみたいなちょっと悪いとこが出てきちゃってて、まあそれでは早速、まあ、現在のことについていろいろ伺っていきたいと思うんですけれども、はい、飯田さんは僕面識ははっきりありますね。はい、なんか振り返ることはいつだっけ、コロナの終わりぐらいでしたね。そうですね。で僕いつもホームである大須の仁王門湯という、あ、覚えていた、はい、はい、銭湯に行ってそれで入ってて、でサウナでいい感じの気持ちになってる時に、なんか一人で来られてるお客さんで、それで、まあ、順番にこう湯船にこう使っていくスタイルで、あ、なんかこの人初めてっぽいな、見たことない人だなと思ってたら、仁王門湯って一個めちゃくちゃ熱いお風呂があるんですよ。でそこにも入ろうとしたから、その知らない人だとなんかかわいそうだなと思ったから、あ、ここ熱いんで気をつけてくださいよとか言って声かけた、知らない人だったけど、そしたら、いや僕大丈夫ですよとか言ってバーで入っていくから、めちゃすごいなこの人と思って、え、めちゃやばいっすねとか言って、んでなんかよく来るんですかみたいな、なんか言ったんだよね。そしたら、ね、僕も銭湯やってるんですっておっしゃったから、はい、え、どこやってるんですかって言ったら、白山温泉ですってなって、え、俺一昨日行ったっすよみたいなそういうご縁があったね。そうですね、はい、そんで白山温泉は初めて行く前に、その堀江美穂さん、元ここの ZIP でやってた、はい、堀江美穂さんとご縁があるという話は聞いてたから、あ、なんか堀江美穂さんのこの人家族の人なんかなとかいろいろ見ながら入ったんですよ。もうすごいいいサウナだし、すごいいい銭湯で、もう最高の時間過ごさせてもらいましたけど、っていう話をして、したらなんか堀江美穂もう昔から、あ、どういう関係なんでしたっけ。親戚ですね。親戚、あ、だからいとこ同士みたいな、はい、そうですね、はい、そう、それでもう堀江美穂とも子供の頃から一緒に風呂入ってたよって。あ、そうね、うん、ねえ、だからそれで今度白山温泉堀江美穂も呼んで3人で入りましょうよって。あ、いいですね。それ同じ方にね同じ方に、まあ、向こうも俺も気にしてんだけど、はい、そうなんです、多分気にしないと思う。あ、そうか、じゃあ堀江美穂さんとはご縁がそういうのがあって、ね、そうですね、はい、そして松井さんは、はい、僕お会いしたことは多分ないですね。え、でも入り口のところで立ってることありますよね、はい、入り口、あ、立ってます、立ってますですよね、うん、俺その時に初めてポカポカ行った時に多分 お会いしたというか、やってくれたと思うんですよね。あ、そうかも、はい、でもそうかも。僕はポカポカもめちゃくちゃご縁があって、僕のマネージャーの久しってやつが家すぐそばなんですよ。そう、そんで僕がそのコロナ禍で、まあ、サウナブームが来たじゃないですか、はいはい、あの時に初めてサウナハマって、それでいろんないい銭湯を探してた時に、てっぺい君ポカポカやばいっすよとか言って行ってきたから本当とか言って行ってみようみたいな感じで行ったらめちゃ良くて、もう結構感動して、あ、もうここめちゃ好きだわってなって、ありがとうございます。それからでもちょくちょく、まあ、僕そのマネージャーの家行った帰りとか、ちょっと俺ポカポカ行ってきていいとか、あとこの間とかも僕甥っ子と姪っ子が小学生のがいて、で毎年夏預かるんですよ1週間ぐらい、マジで地獄の1週間なんですけどほんでその時にその僕がもうきつくなってくるとトランポリン連れてくんですよ。ありますよね近くに。ありますあります。あのトランポリン連れてって、で散々遊ばした後に
お前ら今日久しんち泊まりたいだろうとかって言うと、泊まりたいとか言って久しんち泊まるんですよ。でそうするとその後みんなでポカポカ行くっていうルートらしくて、うん、だからあの僕の甥っ子めっ子もポカポカ、あ、はい、そうですか、お邪魔してます。もう久しさんは本当によく来ていただいてて、ね、もう顔見たらもうすぐ ありがとうございますって感じそうそうそう、いやで2つともその名前が温泉つながりですよね、はい、白山温泉、ポカポカ温泉、そうですね、はい、ね、この温泉つながりは何かあるんですか。で温泉の基準っていうかさ、その規定みたいなのも何かあったりするんでしょ。いや、あのね、名前って基本的にその僕たちが当時つけた時っていうのは特にそんな規定なかったんですよ、うん、そうだからなんとかポカポカ銭湯でもいいし、ポカポカ温泉でもいいよってことで、なんとかの湯っていう風に最初はしようと当店も思ったんですよ、うん、あの新森山の湯っていうだけにしようと思ったんだけども、まあ、当時のうちの先代の親父がですね、はい、それじゃあちょっと、うん、ちょっとダサいからなんとか温泉にした方がいいってなって、でまあまあ、ポカポカってつけたらいいじゃん、面白いじゃないかそれもギリギリだけどねそうです、だからポカポでもいろいろなポカポカ温泉って いろんなとこにある ありますよね、うん、でもうちが最初なんですよ。あ、そうなんだ。ちょっと待って、俺ねどっかで見てよ、四国かな、そう、なんかそこあるよね、あります、うん、あるよね、そこのポカポカよりもうちが先なんで。あ、そうなんだ。そうなんだ。あれある、俺四国、高知かな行った時にあるでしょ、あります、ね、俺そこ行こうかなと思った。だからここもポカポカだから、もしかしたら系列あんのかなとかちょっと思った。だからよく行かれるんです、系列センスが違いますって、系列じゃないですって。あ、そっか。でもポカポカっていうのもさ、まあなんか一見なんだろうな、例えばバンド名とかも、はい、なんかこのバンド名でお前ら一緒やっていけるみたいな、ちょっと最初んみたいなバンドの人たちもいるけど売れたりとかかっこいい曲作るとそのダサさが逆にかっこよくなるみたいな意味でそのポカポカっていうなんかそのすごいこうね、ちょっと可愛らしい響きも、うん、今はもうね森山にポカポカ温泉ありって言われるぐらいのすごい施設になってるからすごい。ありがとうございます。まあ、基本的にその温泉って言葉は昔は公衆浴場は温泉湯とかもう、まあ、適当と何でもよかったんですけど、よくあるのがその温泉の元って白い粉ありますよね。あれを薬湯に使ってたりするとそのままなんとか温泉とかっていうことで、例えば白山温泉ですと北陸の石川の方に白山ってありますよね、はいはいはい、あそこ の白山温泉がありまして、そこの湯の花を使って薬風呂やってまして、それここから取ってきたって聞いてますけ ど、はい、でも白山温泉は、歴史的には何年ぐらいからスタートさせてんですか。1911年からなんで、やば、113年とかです。明治44年からやってます。すごい、もう第一次世界大戦じゃないですか。もうそうですねやば、そうか。でポカポカ温泉は1995年、あ、じゃあ結構し、まあ、新しい、そうですね、ブリっていうかあれなんですね、阪神淡路の時にできた、はい、そうかそうか。それまでは、それまではまた別のところで、うん、本当に昔ながらのスタイルの銭湯をおじいさんの頃やってまして、うん、まあ、銭湯家業自体は1950年代からですね、ひいおじいさんの頃からやってますので、はい、いるんだ、歴史も長い。そうか。でも昔ながらのああいうのも今時代がね、なんかこう番台に男の人が座ってるからとかさ、そういうのがなんかいろいろ今ジェンダーのこととかいろんなことが何ハラとかもすごい厳しいじゃないですか。だからああいうのがなんかこう許されなくなってきてる反面みたいなのもあったりするじゃないですか。ちょっと悲しい。そうですね、確かに。それちょっと悲しいよね。悲しいですね。そのまあお家にお風呂がないっていうお家が結構あって、で銭湯文化がすごくこう残ってる町 で僕小さい頃は歩いて行ける県内に3軒銭湯あって、で昔、今はもうないんだけど栄湯さんとか、あとはまあ川島通り商店街っていうところになんとか湯さんっていうところ、まあ、そこは昔からあるところ でそういうとこ行くと、その僕のパパとママが僕のこと抱っこして赤ちゃん連れてくじゃないですか。そうするとその番台に座ってるおばあちゃんにちょっとごめんねとか言って渡して、で2人が体洗って、でその体洗ってる間邪魔じゃないですか、赤ちゃんだと、ちっちゃい子とか。だからそれでそれが終わると、そのどっちかが取り来て、で今度赤ちゃん洗うみたいなのを僕されてて、でそれは覚えてないですよ、ただそういうのしてたっていうのを聞いてて、ほんで大きくなってから友達がなんか中野にすっげー汚い家だけどめっちゃ安い家賃の家住んでるとか言って、で久しぶりに中野行って、でそこを泊まって、夜みんなで銭湯行こうぜみたいになったから、あ、いいねみたいな。そしたら入り口入った瞬間に、あれこの銭湯ってさ奥になんか亀がいて、その亀からお湯出てないとか言ってたら
え、そうだったかなって中入ったらマジでそれで、え、俺ここ赤ちゃんと来てましたみたいな、なんかちっちゃい頃の記憶がリンクして、でなんかそこのおばさん、おばあちゃんもこんなボロボロのおばあちゃんだけど、あ、おばあちゃん俺のこと抱っこしてくれた時あるんだよとか、多分覚えてないと思うけど、俺も覚えてないしとか言って、すごいなんかそういうのってさ、銭湯の古き良き、そうです、ね、いいカルチャーなわけじゃん、今でもあのその若い夫婦があの赤ちゃん連れてくると、うん、常連のおばさま方があの赤ちゃん抱っこして、あらいいなっていうのは時々見受けられますね。はい、いやなんかそういうさ、なんか古き良き部分もあったからみんな助かったし楽できたりねっていうことがあったわけじゃん、そのコミュニティで子供育てるみたいなさ。だけど今っていうのはそういうのがなかなかないから、他の他人に自分の子供さらしたくないとか、そうですね、そんなんね結構人によってはあるからさ、だからなんかそういうのはそういうのでなくなってしまうと悲しい部分はあるな、そうですね、っていうのは、でも銭湯ってまあ地域のコミュニティっていうのが一つの、うん、あのものなので、うん、ただそういうところでなんか使ってもらえたらなと思ったりするんですけどね、まだそういうのは銭湯だったら残ってる、残ってるよね、うんうん、あ、確かに確かに。だけどさ、個別で話していくとさ、ポカポカ温泉はさ、僕の中で銭湯とそのなんか健康ランドとか施設系とのなんか間のラインがすごい感じるんだけど、そんなことない、ね、まず、まあ、サウナのとで行くと外気浴ある銭湯ってあんまり正直ないですね、まあ、昔ながらのとこはないじゃん、あまりないかもしれない、ね、だからそこで外気浴あるところとかは、あ、なんかすごいなって思ったりとか、あとさ、これすっごいやってる方大変なんじゃないかなと思うのがさ、あのテレコやってるじゃないですか、男用の、 はい、男用の、あれはやっぱ大変なことあるんじゃないですか。あれはあのこれなんでやろうかと思ったと言ったんですけど、これ先代から聞いたんですけど、うん、当時その岩遊び論っていうのが早まってたんですよ、流行ってた、あの30年前っていうの、ほうほうほう、あのうちの作りって関西風なんですよ。あ、そうなんだ、うん、あの入った瞬間にお風呂がある、うん、あの普通の東京型の銭湯だと、うん、あの奥に富士山の絵があって、手前に、洗い場がある、これが東京型です、うんうんうん、関西型っていうのは入った瞬間にお風呂がある。へえ。でその当時、まあ、一緒にポカポカ温泉作り上げた人が関西の人だったん でその当時関西でもこう入れ替わりっていうのが、うん、まあ、遊び論でその違うお風呂、うんうん、楽しもうっていうこと で、うんうん、でそれであの、まあ、男女混合を開店当初からやってるんですけど、まあ、特に大変なことはないんですけど、常連さんがたまに間違えて、うんうん、今日はこっちだって思って勘違いして、うん、思い込みでね、そう、それがちょっと大変かな、うん、これでちょっとトラブルにあったことが過去にあったので、 そこぐらいから、だからお客さん違うよっつって、うん、そこを止めるのがちょっと大変ぐらいからそれで、まあ、あとはそのサウナブームバーンなって、まあ、お客さんももちろん増えましたよね。はい、増えましたね、うん、若い方が特に増えましたね、うんうんうん、はい、でそんな中、松井さんポカポカ温泉はなんかすげえいろいろなチャレンジが見えるというか、なんかコーヒーとか分かんないけど、この間僕が久しぶり行ったらミントあ、ミントですね、今日もやってますけど、そうあれやってたりとか、あとこれはちょっとどうやってもやんなくてもどっちもいいんじゃねと思ったのは、あの自分が集めたプロ野球 のカードを8年間かけてね、そうそう集めてでしょ、総額100万かけてるんだよ、そうだからすごい選手すごい選手たちなんでね、そう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 、だけど俺やってねえし、俺どっちかっていうとパワープロ派だしみたいな、いや僕もパワープロやってる、あ、やってる、であの見た時とかに、ああみたいな、あ、なんかすごい他の銭湯にはなかなかない、そうですね、いろいろチャレンジしていったら、まあ、結構面白い、うん、結構反響あるので、うん、やっぱ止まってるよりも動いてた方がお客さんにも、うんうん、あ、またこんなことやってるんだ、でもさ、やっぱさ、ご高齢の方とかでさ、お前こういう余計なことすんなよみたいなこともある、ありますあります、ただまあそこはもう、まあ、こういう銭湯なんでこういうふうにいろいろチャレンジさせてもらってるので、うん、って形で、まあ、やってるんで、まあ、あとはやっぱりその若い人たちがやっぱり今すごい来てくれてて、うんうん、まあ、銭湯もやっぱり若い世代の人にどんどん親しんでもらいたいっていうのがあるので、うんうん、まあ、常連さんのもちろん常連さんの声も聞きながら、うんうん、常連さんがこれはもうやめてくれっていうのはやらないようにしてて、それ何言われたの今まで。いや、もうありますあります、いろいろありますよ、あの一回ですね、イランイランってわかります、香水のイランイランっていうのがあるんですけど、それのサウナやったんですよ、もう臭くて入れないからやめるよ
そうか、香水とかあるよね。そういうの、あの今やあのミントサウナ入ったと思うんですけど、うん、ミントサウナは常連さんからすごい好評だったんですよ。俺もすごい好きだった。スースーして、いいじゃん。カレーライスだったの。あ、カレーライスも、あの、どういうこと？カレーライス、カレーライスのサウナ。どういうこと？え、もう何？あのルーがもう置いてあるってこと？あ、カレー粉が置いてあるんですよ。そっかそっか。それで香りがこういろんなカレーの。カレー粉なんか血行には良さそうだね。結構スパイシーな感じがして、うん、あれも好評だったんで、うん、まあ他の企業さんとコラボして、うんうん、やる企画っていうのはつい最近だとイヨシのサウナっていうのをやらせてもらって、あのイヨシコーラさんの、その原液を使ってやるサウナっていうのをやらせてもらったりとか、まあそういったあのいろいろやってると結構あのこういうことをやってみたらみたいな形で声もかかってくるので、はい。あとは白山温泉も僕はちょうどあの愛知県が、あ、名古屋市か、あれ愛知の銭湯マップやったじゃないですか、はいはい、まあ、銭湯いろんなとこ行って、はい、で早くあの終わった人には銭湯ソムリエあげるよみたいな、はい、これその時の景品ですよ。 あ本当はそう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 。ほんでもうこれ絶対行ったろうと思って前半多分結構トップグループ入ってたぐらい行ってたんですよ、はい、だからそれであの黒川の長木、はいはい、長木さんとか、はいはいはい、あのでも良くなかったのはその有名なちょっとこのなんだろうピーキーなあのサウナとかちょっとこう変わった系のところとか温度高いとかそういうとこばっかブワーっていっちゃったらなんかこれ行くほどまあ普通だしなとかなっちゃってもう途中からあんま行かなくなっちゃったんだけど、でもあれのきっかけで、まあ、それこそ白山も、はいはい、もうあのあれ最初はあれきっかけで行ったし、だからあの愛知県、まあ、名古屋市にあこんなにいい面白い場所がたくさんあるんだっていうのも あれで知れた。その発案者がいいだ。あ、そうなんだ。俺全然知らなかったんだけど。たださあれあの俺らのそのまあ銭湯マラソン界隈、まあ、スタンプラリー界隈はみんなこう言ってたよ。はいはい、これ名古屋市だけでもっと狭くてよかったんじゃねってみんな言ってた。一応浴場組合に加盟してる全施設を対象にしないといけないので、なかなかそうなんですよね。ちょっと難しいところもあります。やっぱり仲間外れにするとやっぱりそれは良くないってな、まあ、そうだよね。やっぱだからいろんなところに行っていろんなサウナのシステムだったり、まあそのロッカーのあの昔のあの木のロッカーとか、そうそうそう、あれさ真ん中がすりガラスあったりとかさ、ね、これ割っちゃったらマジで本当にねえ、あの鍵とかカチャンとかって割っちゃったらこれもう二度とできつけらんねえガラスじゃねえかなとかいろいろ心配になったりとか、あと鍵のシステムとかもさ、それこそそれどこだったかな、なんかこんな鍵あるんだみたいな鍵使ってるとこあったな、ラクダの形してるみたいな、それ多分平温泉とかね、か多分ありますわ、あります、ラクダの形、はい、あるよね、はい、あれとかもさ、うわすっげえなこれとか、うん、あと中入ってさ、そのあつらえ、そのお風呂の何からお湯が出るとかわかる、なんかそこになんかちょっと彫刻っぽいのからお湯が出るとかさ、なんかそのいろんなそのあれがあったりするじゃないですか、ああいうのも楽しいし、だからこれ聞いてる人マジで銭湯ほんと行ってほしいんだけど、そういうね一個一個のねなんかその楽しみがすっげーあるんですよ。あと意外とみんなが嫌がるところで俺が楽しんでるところはその銭湯に来てる怖そうな人の観察。てっぺいさんも結構怖いですよ。えんなことないでしょ。いやいや、私あの荷重いだった時話しかけられる時やべえ絡まれると思って、本当に俺なんかほんとただいやでもお連れの方も結構背が高くて、あ、そうだっけ、お二人で来て、あ、そっかそっか、二人でこう来られたんで、あ、やべっと、やべっと思って、あれ、俺そうシオンじゃないかな、シオンも一回に思い連れてた、その時にお会いしたんかな、いやだけど、そうそうそう、だからそういうのとかも、楽しまなきゃいけないし、ね、あとさ、怒られることをビビっちゃいけないっていうのもあると思う、だからその戦闘ごとにいろんなルールが、まあそのローカルルールみたいなのもあったりするから。少ない人数で一気にこうサウナを占拠しないようにあったじゃないですか、あの当時ありました、サウナブームになった、ありました、はい、やっぱそういうの嫌われるんだなとか、そういうの学んでいけるっていうか、もうそんなこのエリアの銭湯知り尽くしてる飯田さん、ここやべえ、ここすげえ、ここは絶対行ってください、銭湯トップ3、俺ここ結構すごいと思うんですけど、てっぺいさん行ったことありますみたいなのをおすすめした。あ、まずあのそうしたら愛知県ではまず行ってほしいのが春日温泉。あ、僕ね名前はよく聞くけど、うん、絶対行った方がいい、絶対行った方がいいです、はい、まずは経験したい、温泉っていう名前だね、そうですね、うん、はい、やはりあの年中無休でやってまして、よくやってるなって、すごいなって、あの常にリスペクトしながら、ハードコアだね、はい、で愛知県の浴場組合のその公衆浴場の人たちを引っ張っていくようなすごくいい施設ですので、紹介してほしい、行きたい、第2位は、第2位はあの西区の八千代湯っていうところがありまして、あ、はいはいはい、はい、1階が米田、1階じゃ2階に米田、あ、2階に米田、はい、
で、いいよね。そうなんですよ。で、あの昔ながらというか新しいんですけど、最近あの27歳の若い方があの建物を購入しまして、オーナーチェンジして、これから変わりますんで、めっちゃ面白い。めっちゃ面白いです。でもあれはさ、はい、変えてほしくない。あの猫をさ保護したりしてくれてるじゃん、餌あげたりとか。あれは続けてほしいよね。そこはあのちょっと言っておきます。 あ、はい、あれ続けてほしい。あれなんかもうちょっと俺も寄付したいなと思うぐらい、ね、ああいう活動をね、なんかしっかりやって、まあ、活動というか、まあ、来てるやつにあげてるだけだと思うけどあれもすごいいいなと思うし、あと俺すっごいあそこ好きだったのは、サウナ結構大きいじゃないですか。で、あの外気浴もできるような、まあ、外風呂が1個あるじゃないですか、はいはい、あそこにみんなあの灰皿置いてタバコ吸えるっていう。タバコ吸われますか。ああそうだからあれ俺うわこのサービス最高じゃんって思って最高だった。大好きです。そうしますと、あの第3位、はい、西区の平温泉。はあ、そこかな。平温泉、あの外でタバコ吸えます。あ、皆さん、あの男性があのタオル巻いて吸ってる姿をよく見かける。うわめっちゃいい。そういうとこいい。あとそういう意味で言ったら、ちょっと待ってね、あれ名古屋ドームのそばのさ、大根温泉、うん、あそこもさ、あのなんか変なさ壺庭みたいなとこが あるよね。 あそこでみんなタバコ吸うっていう。あそこで吸ってるんですか。吸ってるの、あれ。あ、めちゃくちゃおもれえじゃんこことか思って、あそこもすごい好きだった。うん、あとさ八幡、水奥のちょっと来た、八幡湯、あそこもすっごい変わってるよね。あそこすごく変わってるんですけど、うん、ただあのちょっとあのお父さんが亡くなってしまって、あ、そうなんだ。で今あの奥さんと、うん、あと娘さんでちょっとこう時間短縮で営業してますんで。あ、そうなんだ。昔はあの夜中の3時までやってまして。そうそうそう。でさ、あそこのサウナさめちゃ高温じゃないですか。あ、もう高温ですね。だけど多分あれあのなんていうの、あの湿気というか、まあ蒸気での力であの水分があるから結構いられるじゃないですか。だけど出た後は結構体きてるみたいな。あ、すっげえここ変わったね、銭湯で。いい銭湯だね。水風呂をめちゃくちゃ冷たくしてねやってましたよね。あそこもすごい好きだ。本当行かれてますね。いやいや、もうそのマップのおかげですよ。マップがなかったら僕本当に仁王門湯と、で仁王門休みの日はこっち側の永楽。ああ、永楽ですか。あの2軒しか行ったことなかったんですよ、はい、ただ、まあ、僕もその銭湯好きの DNA で育ってるんで、新堺住んでた時にヘイデン温泉。あ、はいはい、ヘイデン温泉さん、はい、はよく行ってて、はい、ほんでぐらいで、あんまりその自分で探索してまでなんか探そうっていうのはなかったんだけど、だけどあのマップのおかげで、え、こんなとこにこんなのあるんだとか、こんなあるんだとか、行ってみよう行ってみようで、ほんと結構いろんなところにそれで行かしてもらって。じゃあ松井さん的には、はい、参戦。ちょっと名古屋だとマジで分かるよ、分かるよ。だからこそ聞きたいよ。名古屋か、どうしよう。さっき名前が挙がった、うん、やっぱ近くにある大根温泉さん、あそこは本当に、うん、いい銭湯ですね。前僕が火曜日休みだったんですよ、毎週火曜日休み、うんうん、その時にフラッとよく行ってましたんで、うん、あそこのサウナは特に好きでしたね。やっぱさ、その時にさ、ま、前にさ、その飯田さんがさ仁王門湯順番にお湯入ったりとかして味わってたの、俺はなんかこの人異常者かなって思ったみたいなのでやっぱそのさ、プロの目線から自分がやってる人の目線でやっぱ銭湯入るとやっぱ違う、なんかその、やっぱり 見方はちょっと違いますよ、絶対に、うん、やっぱり僕らって例えば入った瞬間にやっぱり清潔感があるかどうかっていうのがすごい大事なポイントで、やっぱここの銭湯きれいにされてるなとかっていうのとか、あとなんかこう、まあ、浴槽とか、やっぱり浴槽とか見ちゃいますね、どうしても。綺麗にされてるなとか、あとはその、まあ、入った時にいい雰囲気だなとかっていうのとか、そういったのって結構やっぱり見ちゃいますね。どうしても、何張り紙してるのかなとか、どういうことやってるのかなとかっていうの結構気にしながら見ます。あと俺この人ちょっと一味違うなと思ったのは、まあ、これも水奥なんだけど栄湯。行ったことないです。ガミチのところ、はいはい、あそこは、大将がもともとなんかね、多分ねビジネスとかなんかそういうのやられてた方で、なんか物腰が明らかにこのなんかバンダイさんじゃない感じの、なんかすごいなんか洗練、ちょっと洗練された感じが、だから喋っててもなんかすごい楽しい。でなんか最初に並んでくれたお客さんのために外出て、はいはいとか言ってやってくれたりとか、なんかすっごいかっこいい紳士だなっていう、いい銭湯。結構銭湯の経営者って他にこう仕事していて、で先代が
こう体調崩したり、うん、ちょっと何かのタイミングで戻ってくることが多いので、うんうんうん、違う仕事をしてる方は多いです。してた方は多いですね。あ、そっか。あ、ここだわ。俺が言ったタバコ吸えてよかったの。違う、桔梗油。ちょっと遠かったわ。桔梗油さん、桔梗油さん、はい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 、脱衣所のところの真ん中にちっちゃいなんか、はい、人3人ぐらいしか立てないような、なんかあの中箱庭みたいなのがあって、でそこで倒せるっていうめっちゃいいじゃんこれのって、うん、まあだけどさ、そのまあこうやってちょっとサウナブームもまあね、当時に比べたらちょっとなんか落ち着いて、でより今サウナに入りやすくなったわけじゃないですか。そうですね、はい、ってなった時に、なんかその僕はそのサウナをどん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 突き詰めていくと、やっぱセッティングとかストーブが何使ってるとか、あの温度とか水風呂は何なんだ、チラ入れてんのかとかっていうことの、その何スペックの方になんかこう引っ張られすぎてた時期があって、だそうなるとなんかちょっと水ぬりいなとか、なんかそういうのが嫌になっちゃったりとかっていう時代があったんですよ一時期、うん、でやっぱりそのスペックのいいところばっかりを探して行くようになっちゃって、なんか本来のサウナのなんかこう楽しみ方をからずれちゃった時期がちょっとあって、でサウナブームの終焉ぐらいの時にもうなんかいいかなみたいな感じになった時期があったんですよ。だけどまたそっから最近なんかまた熱が上がってきてて、なんかそのスペック動向とかじゃなくて、なんかこう行きやすいとかさ、なんかそのなんかここ好きだわとか、なんかそういうところにこうずっと通うみたいな感じに、なんかちょっと変化してきた感じがありますね。まあでもやっぱり自分の住んでるテリトリーにあるっていうことがやっぱり結構一番大きい、マジそれですよ、要素な気がするよね。やっぱりだからそんだけ人間の一人一人の人生とか生活に寄り添ったものじゃないですか、銭湯って。本当に一番はやっぱり地域のお客様、地域の人ですね。この、うん、うちだったら森山区だったら森山区で、うん、森山区の方が一番ね、あの利用していただけるので、うん、その方々が来てくれるっていうのが一番ですね。うん、あとなんか話し足りないことあります、現代のところで。まあ今のこのサウナ、まあ銭湯の話で、あとこれはじゃあ薪。薪はですね、現在7施設ぐらいかな。日本文湯、日本文湯、それこそだからさっき言った八幡湯さん、あと平温泉、はい、あとは港区に2つ、山田温泉とか2カ所ぐらいあって、あとは港区の、あそこはあの併用って言って、あの薪と重油でやってるところもありまして、そういったのを含めて7施設ぐらいです。なんかさ、本当に違うと思います。薪の昔森山区でもあったんですよ三階橋温泉さんっていうのがあってね、あ、でもお湯は柔らかいって感じましたよ。あるよね、うん、俺も思うんですよだからこれちょっと今幽霊いるいないみたいな話になるかなと思ったんであのはっきり僕から言うの嫌だなと思ったんだけど、僕はやっぱ、あ、なんかちょっと柔らかいなっていうのはちょっと感じます。うん、だからなんかやっぱ、まあ、それがいい悪いとかってことじゃなく、薪は薪の良さっていうのはやっぱありますね。あります、あります、あります。でも大変やっぱり。でも一番はやっぱり僕らってやっぱ経営者側じゃないですか、うん、経営者側ってやっぱりコストとかを考えるんですよね。そうなってくると、ま、廃材じゃないですか、いや薪って言ってもやっぱりそこを使えるっていうのはすごいいいなと思っちゃう。だけど大変だけど、特にさ、その電気代とかさ、ガス代とかいろんなのが上がってる中、そうそう、意外とそのまた見直されてるじゃないけど、そうです ね、うちの部分は。いやでもね、むちゃくちゃ大変ですよね。って思いますよ。松井くんはやったことないんですけど、むちゃくちゃ大変です。本当。もう地獄だよね。地獄です、はい、うん。だからさ、なんかさ、僕それで好きな銭湯さんとかの、X フォローしたりとかしてると、すいません、今月ちょっともう薪が少なくて誰か廃材をみたいなとこ見るし、あとはいつもに思うのを若大将と喋ってると、もういつも喋りながらこの薪をね積んだりとかしてるの見て、うわー、なんかすごい大変なんだろうな。あとさ、掃除、これが結局銭湯がどんどんなくなっていく理由の結構大きい一つのファクターでもない。そんなことない。でも掃除はもう掃除はもうそんなにもう自分の家を掃除してる感じなんで、 あとはそのある程度こう各施設アルバイトの方いたりとか、あ、そっか、掃除よりは、掃除は掃除よりもやっぱりコストだと思います。あとはやっぱりそのやっぱり経営、昔のやっぱり経営者の方が後継ぎ問題で悩まれて、やっぱりご子息が継がれなかったりとか、やっぱりそこが一番大きいかな。やっぱりこう、まあ、やっぱ施設も老朽化していって、やっぱ銭湯ってものすごいやっぱりこうかかるんですよ。やっぱりランニングコストもかかるし、やっぱりそこでやっぱりやめられちゃったりするっていうのは大きいと思いますね。そうか、
俺でもさ、あの作りを何式っていうのか分かんないけど、さっきポカポカさんはさ、あの関西のっていう、ね、うん、だけどあの天井のさ、あの天窓のあの感じとかさ、はいはい、昼入るってこの間もう結構早めに入れて10、オープン12時だっけ、ね、あ、うちですよ、うん、うちは11時、あ、そうだね、はい、だから本当にそれこそ12時前ぐらいにちょろっと入れた、はいはい、そしたらあの天窓から明かりがめっちゃ入ってさ、あ、はいはい、めっちゃ気持ちいいなとか、なんかそのこの時間に行くとちょうど西日で、あの夕日がちょうど窓から入るとか、うん、その銭湯によってもいい時間みたいなのありますよね。あります、あります、あります。俺白山温泉はもうサウナ室もめっちゃ好きだし、あとあのミストもすごい好き。あ、ミスト人気ですね。すごい、はい、ちょっとあんまり広くない、ね、スペースだけど、いいですよね、なんかじゃあここでチロッと入ったりとか、いい、ね、僕も作りたいなと思って、欲しくなっちゃう、ミスト欲しくなっちゃうですね、スチームさん、いいなと思って。であれ、あの前あのワンタの高橋さんが来られて、うん、YouTube にアップされたんですよ、うんうん、そしたらあのそのミススチームサウナを入るためだけに東京からワンサが人が来てしまって、あの外まで行列ができて大クレームの嵐になったっていう、あの、あのスチームサウナはそんなにあの人入れないで、まあそうだよね、男性でも3人か、うん、詰めて4人なんで、 そうだよね、そこにもう行列ができてしまって、なのであんまりこう入れないんですね。あ、そうだよね、だからそういうさ、その施設側がもう追いつけないぐらいのね、あの急なお客さんは困ったりするけどでもそういうのもさ、結局もうしょうがないもんね、そうですね、はい、何がどういう風になるかっていうのは、はい、なんでもうその辺はもう平誤りでやるしかないってことですよね。はい、であと一つちょっと話しておきたかったのが、うんうんうん、愛知県の水ってすごくこう軟水で、入った時にこう肌触りがいい水なんですよ、うん、で一方東京とか大阪ってあんまり良くないんで、その家庭で入るとちょっとなんか、あ、ゴワゴワするなって、で銭湯とかに行くと井戸水なんで柔らかいなって思うんですけど、愛知県だと水道から出てくる水が結構いい水なんで、あの家庭で入ってもなんか気持ちいい水なんで、ちょっとこう銭湯側にとってはデメリットかなと思う。だけどさある意味この愛知県って銭湯ランキング、サウナランキング結構日本の中でもトップクラスじゃない？トップクラス、あ、そうですね、だよね、はい、あ、だから俺逆にどっか旅行行って探したりするとなんか意外とねえなとか、でいざなんか、はい、行ってみてもまあまあまあって感じだったりとか、なんかまあ有名施設のねすごいところはやっぱすごいんだけど、ただやっぱその水の良さっていうところでは愛知県はやっぱりすごい恵まれた、ね、はい、まあね、あの基礎産生があるよね、うん、だからそれはなんかそのデメリット、メリットというかね、あのすごくいい部分ではあるし、なんかあの全国から来てもその愛知県なんか見る観光地ねえじゃんみたいなのあるじゃないですか、はいはい、お銭湯行けよとか思う。あ、そうですね、めっちゃいいとこいっぱいあるし、はい、プラスねああいうサウナのすごい有名施設があったりとか、実はですね最近あの、はい、ウェルビーの、はいはい、ウェルビー栄今行きありますけど、はいはい、ウェルビーの、 あの米田さんってすごいよね、はいはい、銭湯界のアイデア、サウナ界の、 あのゴッドファーザーゴッドファーザーって言われてまして、はい、一緒にサウナ入ったんですよ、はあ、で話させていただいて、あの名古屋ってなんでこんな銭湯素晴らしいんだろうねって話を言ってこられまして、もっとアピールしたらって言って、全国で見てもその名古屋の銭湯のサウナって素晴らしいから、これ本当にあの観光資源としてもいいよって言って、いや絶対それだと思う、まあ、そんなこと言っていただけるんだと思ってびっくり しまして、だから銭湯巡りにおいでよみたいな、はいはい、売り方というかね出し方は絶対いいと思う、本当にあの、まあ、あのウェルビーを目的に来ていただいて、うん、その後あの銭湯を、ね、何個か行くとかですね、確かに確かにすごくいいなと思いまして、あとさああいうさ、まあ、ライバルになるのかわからないけどさ、ああいうまあ施設系、はいはい、ウェルビーさんとか、はい、あとはキャナルとか、はい、あのいろんなのあるじゃないですか、はい、まあ、ユートピアだからとか、はい、まあ、僕結構いろんなとこそういうとこも行くんですけど、はい、ああいう施設系に対してはどういうふうに思うんですか、やっぱライバル感はあるんですか、もう仲間ですね、仲間というかやっぱり刺激になる仲間、うん、いや今あのやっぱりその一番のライバルは家庭のシャワーなんですよ、あなんかいろんなのあるもんね、なんかあのナノなんとかとかさ、なんかで皆さん時間やもう忙しい方が多いんで、うん、家庭で済ましてもう終わりっていう方が、うん、もう多いですから、うんだよね、外出ていただいてもうどこの施設でもいいんで行っていただける、外用に行っていただける方はすごくありがたいですよね、そうだよね、やっぱり銭湯、例えばスーパー銭湯に行くお客さんって、うん、周り曲がってうちにも来てくれるんですよ、うん、なるほどね、なんであのとりあえず銭湯行こうよっていう文化をもっともっと広めていくために、スーパー銭湯さんとかがスーパー銭湯さんもこちらも、まあ、一緒になってこう頑張っていきたいなっていうのはありますよね、
77.8 ZIP FM Saturday Midnight Program. Midnight Program. Smart Groove Limelight. 今週は名古屋市西区にある白山温泉の飯田さんと森山区にあるポカポカ温泉の松井さんにお越しいただいております。ではここから過去パートということで、お二人の幼少期、ま、銭湯に生まれてというこの幼少期を聞きたいですね。もう気がついた時にはあれなんかうち風呂だな。そうですね、もう風呂で、まあ、あのいわゆる怖いお兄ちゃんと一緒に風呂入ったりとかしてたんで、もうだからもう全く抵抗感がないじゃん。もう本当にだからよくあの皆さん怖い怖いっていう風にいらっしゃる方もいらっしゃるんですね、うん、そういう、まあ、タトゥーが入ってたりとか、もう全然そういうのがまあ抵抗感ないって感じですね。もうでもさ小さい頃から楽しいよね、毎日自分家にさ一緒に風呂に入りに来てくれる人がたくさんもうあのいるって。もう子供の頃から僕のことを知ってる方っていうのはたくさんいらっしゃるので、うんうん、でかくなったなってよく言われますね。 あとさこれも別に話したくなかったりとか言いたくなかったらいいんだけどさ、お父さんがさ、うん、あの議員さんやられてんだっけ。あそうです、そうだね、はい、俺だからそれ知らなくて、でポカポカ温泉入った時とかに横にあの選挙対策本部みたいになってたからあそうなんだとか思って先代ですね。あそうなんだ、昔は番台立ってたんですよ。でもね、はい、でお父さんはやっぱその政治の世界で、まあそうですね、うん、今はやってますね、やっていきたいって、はい、やらせていただいてますね。へえ、飯田さんは。私はあの中学の時に今の現在の建物に建て替えたんですけど、それまではもう少しこう古い感じの味のある銭湯だったんですけど、あの滝も薪でやってたんですよ。そうなんだ。それをよく手伝っていて本当に大変でした。で、あれなんか釘とかもさ刺さったまんまになってますもんね。あ釘がですね足に刺さることなんか本当にもう何回も、いやーね、だからこれちょっと大変だなって、手とかもねピュッてやったらすぐ切れちゃうじゃないですか。まあそこはもう本当にあのそれよりもその切って運んで、でもう毎日こうその釜に組むというか入れるんですよ。くべるのがだいたい30分から40分に1回なんですよ。へえ、あじゃあ結構なスパンですね。そうですね、それをあの釜を開けると熱風がこう夏でも冬でもね、サウナじゃないですか、あの熱波のさらに強力なやつがこう来るんで、それをの中に入れてやってたんで、もうよ中学生ぐらいまではあのもうほんと勉強して絶対銭湯なんかやるもんかって、そうか頑張って勉強するぞって言ってやってましたね。で最初はじゃあその仕事的にはいきなりではなかったんですか。いきなりではなくてあの大学行って就職してっていうことで、はい。でもその戻ってくるきっかけなんだったんですか。これはもうあの全銭湯が必要な情報じゃないですか。もしかしたらうちの息子戻ってくるかもしれないみたいな。いやもともとその就職して定年したらあの銭湯やろうか。私はあのその 4人男兄弟の長男でしたので、まあ、最後やらなきゃいけないと思ってまして、そこであの最後戻ってこようと思ったんですが、まあ、たまたま縁があってあの、まあ、実家の近くにあの家を作って子供を通わせましたら、白山温泉って何それっていうこう周りの小学校の方から言われて、白山温泉知らないのって話になって、これじゃいけないと、もう日本の文化である銭湯を守ろうって言って、それであの高尚な思いすごいね。そうなんです。へえ、そっか、それでもうどっぷりというかもう、もうあのそうですね、はい。やっぱだからその生まれた環境、まあだから いろんなさその家継がなきゃじゃないけど家が継げる可能性がある人たちは、まあ、継げない人たちもいるわけじゃないですか、はい、あれはもう生まれた家のね あれなんで。だけどさ一回あの逆行くけど戻ってくるパターン、そうです、ね、結構多いですよね。多いですね、はい、僕もそうですよ、僕も元々銀行員で、実は飯田さんも銀行員。そうなんだ。飯田さんも銀行員。へえ。でそれでまあちょっとこうやってた人、父がまあ先、選挙出て、でもともと別の人に任せてたんですけど、その人は心臓病で倒れられて、じゃあ帰ってきてくれってなったんで、でもさ、でもそっからなんかこうのめり込んでいったって感じ。そうですね。もうやっぱり経営してる方が楽しいなと思って、自分でこうやっぱケツが持てるというか、でそれでまあ自分がやっていけばお客さんが増えるしみたいなことをやっていくとやっぱり楽しくなってきますよね。そうか。あとさ松井さんに一個ちょっともこれ苦情みたいな感じになっちゃうんですけど、なんか X 俺フォローしてて、で、まあ、今回男の子になるか、あ男の子です、ご子息が生まれてね、もしかしたら将来の戦闘会のスターになるかもしれない
大事なご子息生まれるちょっと前にあの新婚旅行の写真上げすぎもうイタリアでなんかティーボンステーキとかも知らんしお前のことと思って、こっちは今日やってるかどうか知りたいだけなのみたいな、なんかこいつイタリア行ってんなみたいな、イタリア行ってました、あったよね、楽しかったです、あったよね、超楽しかったです俺その時会ったもんな、あんまり知らない人だったから、なんかまあ一応やってるかどうかとか情報知りたいからフォローしとこうみたいな、フォローしたんだけど、なんかあれいやこれ新婚旅行じゃねみたいな、いや面白かったよ、あの楽しみだと、あ次今、あ今度こっち行ったんだみたいな、そうそう意外と楽しんでくれた、楽しんでくれた最初はなんか何とか思ったけど最後まで見てた、あれ面白かったね。それでは、ここの過去パートでお決まりの質問で、好きな時代に戻れるとしたらいつの時代に戻りたいですかという質問があるんですけど、私はあの高校時代に戻りたいですね。おお、高校時代はどんな思い出があるんですか。はい、高校時代の結構勉強とかバレーボールで頑張ってたんですけど、もっともっとバレーボール頑張ればよかったかなと思いながら、はい、上手だったんですか。下手でした77.8 ZIP FM Saturday Midnight Program Midnight Program Smart Groove Limelight。 最後はこれから先未来のことについて聞いていきたいと思います。何か、告知できる近々の何かイベントだったりとか情報ありますか。はい、実はですね、今回初なんですけども、はい、ポカポカ温泉と白山温泉さん、ほう、10月1日からコラボします。すごい夢のコラボすぎるよこれ、うん、で内容としましては、10月1日から10月31日の、1ヶ月間の間にですね1回ずつ行ってもらって、はい、でその1回ずつ行ってもらったらポカポカ温泉と白山温泉のロゴが入った限定 の、 オリジナルタオルを渡します、うん、無料でプレゼントします。世界で一つの。そうです、やばいじゃん。でその10月1日からそれに記念を際して、白山温泉さん当店ポカポカ温泉でビヒタサウナって言ってですね、あのビヒタを使ったサウナを、1週間にかけて、なんかあのフィンランドの葉っぱみたいなやつ。そうですね、それをちょっとこう10月1日から1週間かけて両店で開催させていただく形です。なんかさ、その愛知のスタンプラリーも僕みたいに新しいところをたくさん知れたりとか、あとは僕はもうとっくに置いてかれましたけど、トップグループの人たちあっという間に全部回って、それであのなんか店員も増やしましたよね。増やしました、はい、てかそんぐらいやっぱりなんか面白いみたいな感じになってくれる人いるから、その、まあ、大規模でやるのも面白いし、やっぱそういう小さい規模 で、 そうです、ね、あの2店舗がやるでオリジナルタオルとかそういうのいろんな組み合わせとかでやったら、えこことここ話つけたのみたいな。そうですね、うん、あそこ結構おじさん頑固そうなのに乗ってきたんだみたいなのも楽しめました。そうですね、今回こう、まあ、白山温泉と当店がコラボするのは初めてなんですけど、うん、実は数年前かな、八千代さんとコラボしたことがあったんですよ、はい、それが結構反響があって、うんうん、今でもその限定タオルを持っていらっしゃる方がいらっしゃって、いやめっちゃいいじゃん。で今回はこの白山温泉さんとコラボをして、うん、まあ、本当に、この期間だけですので、うん、もう世界に一つしかないタオルをぜひゲット、うん、本当に限定でやりますので、この1ヶ月間しか本当にやらないので、うん、ぜひ1回ずつ、本当に当店しか知らないお客様、白山温泉しか知らないお客様多分いらっしゃると思いますので、この機会にそれぞれの良さを知ってもらえたらなと思って、うん、はい、開催させていただきます。最高じゃん、めちゃくちゃいいじゃん、俺ちょっとそれ欲しいなそれちょっと行きますわぜひ1回それ先着、いや一応先着って形なんですけども、うん、今日1ヶ月できるような形で撮りますので。なるほど、はい、なるほど、楽しみに僕も行きたいなと思います。それでは、まあ、白山温泉としてポカポカ温泉としてだけじゃなくて、何かこうプライベートで個人としてやってみたいなと思ってることはどういうことですか。何かこうありますか、伊藤さん。まあ、やっぱりこう今のすみません真面目に答えていいですよ、もちろん。あ、もう銭湯はどんどん減ってきてしまってるので、できる限りこの銭湯自体を残していきたい、本当に残していきたいと思ってまして、まあ、銭湯に入るっていうこと自体が日本の文化だと思ってますので、うん、まあ、サウナも、まあ、各お風呂屋さんが一生懸命頑張ってもらって、その地域の方に、まあ、地域以外の方も皆さんが来れるようにできるだけ頑張って、できるだけ頑張って、うん、銭湯に来れるようにしていきたいなと思ってます。はい、スマートグループライムライト、本日のゲストは白山温泉の飯田さんとポカポカ温泉の松井さんでした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。It's a great idea. It's all about the music. The music. I guess the greatest thing in the whole world. I like how I never hear the same thing on the radio. It's always different. It's always different. It's always different. It's a great idea. It's all about the music. I like
like music. I would play music and I would play music. Zip FM. Smart Groove. Live.